ブに来てもらってありがとうございます。今日は一番手を歌わさせてもらうんですけど、新曲を2曲作ってくるっていう目標でちょっとブログにも書いてたんですけど、今日はちょっと1曲しかできてなくて、その代わり、今日ギリギリまで作っててみんなをちょっと楽しませたいと思ってた秘密兵器があるので、よかったら最後まで聴いてもらったら嬉しいです。最初にオリジナル曲で2つの道を弾きます。Thank you.
ありがとうございます。次もオリジナル曲で、夢の途中っていう曲なんですけど、アコースティックってやっぱり今日5曲するんですけど、今日下北沢ロフトさんのここでさせてもらうのが、今日で3回目になるんですけど、なんだろう、なんか、まあ、5曲もピアノでやったら飽きるかなと思って、まあ、最初にも言ったんですけど、今日はちょっと飽きないためにどうしたらいいかってずっと考えて、今日朝からこの次にあるものをちょっとやるんですけど、まだちょっと飽きる前に最後ピアノをもう一曲オリジナル曲で聴いてもらって、次ちょっとこう明るい曲を弾きたいと、ちょっとこういろいろ考えてきたんですけど、で次は夢の途中っていう曲で、まあ、少なからずみんなこう何かしら夢があると、あ、ない人もいるかもしれないんですけど、なんか夢を持って生きてる人多いと思うんですけど、私も夢があって、で、上京して今1年1ヶ月なんですけど、そういう夢を追いかけてて、でもちょっとくじけそうになった時の、まあ、自分の応援歌として作った曲なんですけど、一応自分の名前が本名で久保山紫音っていう、フライヤーにも載ってるんですけど、詩を愛するとか愛を歌うって書いて詩音って読むので、その名の通りこう詩を大事にして歌っていけたらいいなと思って、曲をすごくちょっと硬派な詩を使って曲を作ってるんですけど、一応ちょっと次も夢の途中というちょっとこう応援歌みたいな曲なので、よかったら詩をこう注意して見て、あ、聴いてもらえたら嬉しいです。それでは夢の途中。